会場の名古屋ゴルフクラブ和合コースではアマチュア3人とプロ1人が一組になってスコアを競うインペリアルプロアマ競技が行われています。あいにくの雨の中参加したアマチュアはトッププロの技を間近で見られる機会を楽しんでいました。またプロも穏やかな雰囲気でプレーしながら本戦に向けコンディションを確認していました。明日開幕する第63回中日クラウンズには去年の優勝者稲森佑貴選手や石川遼選手ら歴代チャンピオンが出場し熱戦を繰り広げます。大会の模様は CBC テレビで連日放送します。